ボンジョルノ、あっちゃんです。眠たい、眠気が取れない。朝ごはん食べましょう。声が出ませんわ。はい、パン、何しようかな今日。適当に食べましょう。なんでピザソース。ベーコン、チーズ、いつもと一緒のピザソース。やけども、今日はこれに。イタリアンハーブ、それで焼きましょう。ちょっと雰囲気を変えて焼いていきます。あ、これにちょっと、はい、できました。食べましょう。いただきます。おいしい。いただきます。うん、ハーブ入るだけで全然違う。うん、今日はね、外はいい天気です。ちょっと帰って座ってるとそうなんだけど、立つと腰が痛い。座ってたら全然なんもないんだけどね、不思議やわ。座ってたらなんか忘れんねん。うん、いろいろね、ライブしてて全然なんもなかった。ライブ終わって寝ようかな、立った瞬間お尻に激痛が走って、腰からお尻に激痛が走って、たまらん。全然マシなんだけどね、昨日のこと思ったらね。ずっと立ちっぱなしはしんどいね。立ち仕事無理だわ。ちょっとは体力戻ってるかもだけど、甘かった。でも歩いてたらそうでもないからね。美和さん登れたしね、シカちゃんも大概歩いてるもん。何ボケつけてんか分からんけど結構歩いてる。でも大丈夫やん。最近翌日の筋肉痛ってすごく減ったから、筋肉ついたいな思っててんけど甘かったな。ちょっと近くまで湯かけます。テイクアウト。あ、みんな分かってんねん。昨日の夜動画で出てたな。マック立つた方がいい。だから今このあっちゃんの今のこの朝の時点ではマック立つたの味は知らんねん。でもみんなには伝わってると思うかな。マックは発売日動画出さないと意味ないかな。
どうかな。何を買ってこようかな。あれ？これどこに乗ってんの？いや、寝舞台寝舞台とだかんけど、てかあれもうプリンシェイクなくなったんかな、塗ってないね。明太タツタ、うん、明太チーズタツタってめんな、すごいね。あれ？どこなのか？どこか？やめて、頭あれ。うん、おいしい。パンはおいしい。うん。今日ちょっとね、マック行くから晩ご飯動画はそれになる。明日の動画はないな。あ、なんか考えよう。ということでね、今日のあっちゃんの朝ごはんは、ピザトーストにハーブ、イタリアンハーブかけてみたけど、やっぱ全然ね雰囲気が違って美味しかった。うん、でも今日もね、なんか頭がぐちゃぐちゃやな、眠たい。うん、最近ね、チョコ、ここで縛ったり、朝日の髪型したりね、白さんの髪型したりね、してたらね、縛ってるとどうしてもね、癖がついてね、髪の毛がうねるんよね。だからね、うねり髪用のエンドハニーを買ってきてんけど、これ結構よくてね、まだ2回しか使ったことないんだけど、お風呂上がりに2回、昨日、いつ買ってきた俺。11日に買ってきたでしょ。で、11日の晩と昨日の晩とで、ね、2回しか使ってないんやけど、サラッサラ、なんかスルスルなのね。まあ、確かに、ね、ダメージヘアやから、結構髪の毛の先はこの辺傷んでんねんけども、でもね、こう、指で降りてこのスルッとなってね。で、結構ね、
この前からくくってたし、こう縛ってたらこうが前がシワシワってなんねんけど、それがマシになる。やっぱりいいかもわかんない。ただオイルはね、うねり髪を滑らかにって書いてあるんだけど、オイル塗るとね、ちょっとね髪の毛がベタっとするから、なんか髪の毛がベタつき感を当てる。だからほんまも毛先だけにした方がいいのかもわからへんけどもね。ただうねりが出てるのがこの辺やから、あっちゃんこの辺とか癖が出るから、癖っ気のところに塗った方がいい。ただその分ベタっとはするけど、まあ、ちょっとね試してみようかな。当分ね、エンドハニーのうねり髪を、ナンバースリー、なんとかオイル、風呂上がりに使うオイルね。で前はこれのノーマルのやつ使ってたんで、ね、今度これに変えたんやけど、いい雰囲気は良さげな感じで、これのシャンプー、リンスとシャンプーと、モイスチャーとコンディショナーのセットがまだお風呂入って、まだ使ってないね、まあ、詰め替えはねんけど、もうちょっとまだ 前のがあるから入れ替えてしまうとね、ボトル2本あるから、2本、あ、3本あるのか、3セットあるのかな。だから入れ替えてしまうと、なんていうのかな、新しい方ばっかり使っちゃう。なんか振り方使い終わってから入れ替えようか思ってんだけどね。まあそんなこんなでね、まあエンドハニーのね、うねり髪を滑らかにってやつね、これ新しく出たやつ、結構雰囲気はいいです。はい、またね、今後使い続けていきたいと思ってます。はい、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、ピザトーストにイタリアンハーブをまぶしたもの、結構ね、ちょっとね、いつもと雰囲気が違って美味しかったよ。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん良かったと思ってたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。昨日休んだ分、今日いっぱい動画撮るから。